大外刈り大外刈りは、柔道の投げ技の足技21本の一つで、刈り技の一種である。行動官や国際柔道連盟での正式名。愛不略号 OSG。背負い投げ、内股、巴投げと並び、柔道でよく用いられる技である。相手の足を買って投げる、刈り技の代表的なものである。自分の足の外側で、相手の足の外側を買って投げる技。 この時、自分の振り上げた足を、振り子のようにして狩る。狩る時に、相手の懐に飛び込み、シーソーやプロペラを回転させるように、テコの原理を利用すると、投げやすい。狩り技の名前の大小の文字は、自分の足の外側と内側を示しており、外内の文字は、相手の足の外側と内側を示している。したがって、自分の足の外側で、相手の足の内側を狩ると。 大内狩りとなる。このように、狩り技の名前は、お互いの足の外側と内側の組み合わせで決まる。以下、右組みの場合で説明する。自分の左足を、左前方に踏み込みながら、引き手を高く引き、釣り手で相手を引き寄せ胸を合わせるようにし、相手を真後ろ、または右後ろに崩す。その後、右足を振り上げ、ふくらはぎやアキレス腱のあたりで、 相手右足を借り、相手の真後ろ、または右後ろに投げる。この技は、技の性格上、後頭部から落ちる、可能性が高く、指導の際には、注意が必要である。かけられる相手は、脳振動を防ぐため、受け身を十分に収熟しておく必要がある。実際、練習中に後頭部を打ち死亡する事故も、発生している。一般には、 体の大きい選手が多く用いる技であるが、木村雅彦のような例外もある。大外腰は、後ろ腰で刈り倒す大外刈り。右組で言えば、右足を深く相手の右後ろ腰に当て、相手の体を吊り込み、右後ろ腰で刈り倒す。1960年の全日本、柔道選手権大会で活躍した、小田雄造の得意技。 行動管理研究部において1955年頃、大外越しの歌唱を与えていた。大外係かりは相手を、右跡隅に崩し、相手の体重の乗った右足に、後ろから、自身の右足をかけ、相手を後ろに仰向けにかけ、倒す大外狩り。大外者とは足をかける、相手の足の数、大外落ちとは、足の使い方で、それぞれ異なる。両足を買って、 足を伸ばして支点にして回転させて投げると大外車となり小外掛かりのように縦に踏み込んで引っ掛けるように倒して投げると大外落ちになるまた相手に体重をかけるように巻き込んで浴びせ倒すと大外巻き込みとなるまた大外巻き込みから釣り手を持ち替えて相手の腕を上から脇に挟むようにし前に投げるように変化した場合 外巻き込みとされる場合も多い。大外刈り系の技への特有の返し技としては、大外返しがある。また、大外刈りを交わして、浮き落としで投げると浮き落としの変化技題外通るとなる。相手の大外刈りを交わして、逆に大外刈りをやり返した場合は、大外刈りとなる。払い腰で返す場合もある。他には、ゲオルグリーザンタラヤが、大外刈りを交わし、 好転し、寝技に持ち込む返し技を開発した。ただし、残タラヤは相当の運動神経を持ち合わせており、運動神経の有無を問わず、タイミングを測ったり、体をうまく使う技術が必要になる。柔道では禁止ギダが右足に、大外刈りをかけられた時に、相手の軸足である左足に背後に、大内刈りを仕掛ける要領でのくさび刈りもある。ありがとうございます。